株式会社ヒメプラは1955年創業の兵庫県姫路市に本社を置く家庭用品事業、産業資材事業、ネット販売事業等からなる総合商社であり埼玉県、兵庫県、岡山県、福岡県に営業拠点、配送センターを設置し全国の得意先にきめ細かいサービスを提供している家庭用品事業部では家庭用品、 インテリア用品等をホームセンタードラッグストア、ディスカウントストア、通販事業者等へ販売し、長年の業界経験と IT を活用した販売実績分析を行い、売れる売り場作りの提案を実現、強化している。産業資材事業では大手コンビニエンスストアや外食産業や大手スーパーマーケット等への店舗備品、資材等の販売や省人力機器、 物流機器、包装資材、梱包資材等を各地の工業系、食品系工場等へ販売している。毎年1月と7月に自社展示会を開催し、家庭用品、産業資材事業をもに主力得意先の商材や自社開発のみざむ製品はもとより変貌する時代のニーズに適応した商材の提案を実施している。1995年から、 中国、韓国、台湾、タイマレーシアベトナム等の協力工場でのみざむ、ブランド製品の自社開発や、OEM 商品開発に注力しており、家庭用品、産業資材関連の多品種の商品を輸入、販売し、日本のマーケットに適合した品質管理を実現しながら、製造卸売業への変革にチャレンジしている。行動規範1、顧客の重視私たちは、 常にお客様を第一に考え、絶えず能力向上に努め、顧客のニーズや期待に応え、安心、安全で質の高い商品やサービスを提供し、顧客満足度と信頼の向上を目指します。2、コンプライアンス私たちは、法令、社内秘書規定を遵守し、社内外に適正な情報開示をし、反社会的勢力に組みせず、過剰な接待等を受けず、行わず、 良識をもって公正な企業活動の実践に努めます。3. 人権の尊重私たちは全ての人々の基本的人権を尊重し、性別、宗教、国籍等による差別的扱いを行わず、実績や能力に応じた公平、公正な評価、処遇を行い、安心で働きがいある企業風土の実現を目指します。4. 社会への貢献私たちは、 地球環境への配慮と国際的な文化、監修との協調に努め、グローバルビジネスを通して、世界平和と地域社会の発展に積極的に貢献し、良き地球市民であることを目指します。5、経営層の責務役員及び幹部社員は、最優先で本規範の実践にあたり、規範に反する事態が発生した際には速やかに情報を開示し、 自ら率先垂範で、原因究明、再発防止、責任の明確化に努めます。清掃用品、洗濯用品、トイレ用品、浴室用品、収納用品、台所用品、食卓用品、調理用品、介護用品、ヘルス&、ビューティー用品、その他家庭用品、全般デスクチアベッド・食器棚、インテリア、小物、その他、インテリア用品、他、ありがとうございます。